こんにちは、そっか塾の久保です。今回はその拉致問題のことなんですけども、いや、これね、なんでこんな44年間もこんな思いをする方がいらっしゃるんでしょうかね。やっぱりこう、国民の生命と財産を守り抜くのが国の役目だと思うんですよ。で、拉致っていうのは国対国のこう、交渉でしかないじゃないですか。時には、 まあ、脅しもかけないといけないと思うんですよね。この我が子がね、ある日突然、さよならも言わずに何の予告もなく消え去って、それが、まあ、ある国による拉致だということがはっきりしてね。で、未だに父として進まない。こんなことがあっていいのかなと思いますよね。まあ、国民の意識が向いてる向いてないてところもあって、 まあ政府が動く動かないってところも決まると思いますけどそういうのとは関係なく政府にこれぐらいのことができるんだよっていう力を見せるのも一つの仕事だと思うんですけどもねそれこそ国会中に居眠りしてる暇はないと思いますしなんかね若い女の子と牛丼食べてる場合でもないと思うんですようんなんかすごい嫌な気持ちがしますねこういうのはねいやはっきり言ってね もう拉致にあった人を返さないんだったらミサイル撃ち込むぞぐらいの脅しをかけてもいいレベルでしょこれ逆に向こうからミサイル撃たれてねそれでその国になんか支援しなくちゃいけないみたいなことを言い出す人もいてほっとけないとか言いますけども何がほっとけないかっていうとこういうね一般国民がこんな気の毒な目にあって人生を棒に振るみたいなことそれをほっとけないと言うんじゃないかなと思うんですよ。 幼い頃から私もこの事件を見てて今に解決するに違いないと思いながらもう44年ですようもうこの拉致問題最優先で解決するって解決したんですかね一体何をしてるんでしょうかねうん、まあ、ここは本当なんか私の及ばない力のところなんで うん、はっきり言って何もできないんですけども、まあどうすればいいんでしょうか。どうすればいいのかなと思いながら、まあ動画を一個作ることぐらいしかね、できなかったんですけども、ね、皆さんが自分の家族をこういう形で失われたらどうですかね。そしてそれに対して、周りの人も、遠くの人も、お国ですら大して関心を向けてくれないってことに対して、皆さん自分の身に起きたらどうですかね、これ。 いや、どうしてもこれ他人事に思えないんですけどね。はい、じゃあ今回以上です。